はい、皆さんこんばんは。今日はね、フィジーカーならダンベルプレス65キロ上がるっしょみたいなね感じで、ダンベルプレスね、まあ、僕も初めてのチャレンジなんですけど、65キロでね何回できるかやっていきたいと思います。ちょっとね、初めての重さは怪我に気をつけてやらないといけないんですけど、まあ、何回できるかね、興味ある人は最後まで見てみてください。はい、ということで今ね65キロで初めてプレスをねやってみたんですけど、プレートはね、つけたプレートがでかくて全然数え切れなかったですね。もうすぐついちゃうの、でかいから。見てこれがね、45キロに10キロ10キロつけてるんですけど、これがでかくてね、すぐついちゃってね、数え切れなかったですけど、8回ぐらいはできたのかな。8回できたらいいかなって思ってたんで、まあ、可動域が少なかったんですけど、まあ、とりあえず8回でしたね。せっかくね、つけたんで、ちょっとね、プレート大きすぎてうまくいってないんですけど、あとね、3セットぐらいね、追い込んでいきたいと思います。はい、2セット目はね、10回できたんですけど、あんまり良くないね、トレーニング内容として。やっぱ全然下ろせてないんでね、ここぐらいまでしか下ろせてなくて、この可動域がね、もったいないんでね、これで10回って感じなんで、ただフルでやったら7回、8回ぐらいしかできないんじゃないかなって思ってます。ちょっとね、ダンベルのプレートのね、入れ方をね、変えないといけないって感じですね。ここぐらいかな、下ろせて、今。これで10回って感じ。もっとね、せっかくダンベルなんでね、グッて。ダンベル何がいいかっていうとね、バーベルだとここで止まるんですけど、ダンベルだとグッて最後まで、大胸筋をね、ストレッチに伸ばせていけるんで、そこがダンベルのいいとこなのにね、全然下ろせてないっていうね。だけどね、やっぱり持ったことない重さ持つと、あのね、体がね、びっくりするね。びっくりしてるのがわかる。何この重さみたいな。大胸筋がね、びっくりしてるね。よし、ついでなんでね、ちょっと今日はね、あとね、2セットぐらいかな、今2セット終わって、あと2セットぐらいやっていきたいと思います。
はい、ということで、ダンベル65キロ。何回肘からなら65キロ余裕っしょっていうね、ことでやってみたんですけど、まあ10回でしたね。可動域は浅いけど、10回っていう感じでした。いいね、やっぱり。チャレンジしたことない重さに挑戦するとね、明らかにね、バチバチに刺激入りますね。やっぱね、向上量いいっすね。わかりやすく聞きやすい。60キロでね、僕15回ぐらいできたんですけど、まあ可動域浅いんですけど、65キロだとね、10回ってことで。まあ5キロ変われば、こんだけ変わるかなっていう感じですね。まあ、とりあえず65キロに慣れてね、ゆくゆくは70、80とかね、上げれるようにね、頑張っていきます。僕の中ではね、増量期、減量期関係なく、重りが下がるってことはね、ありえないことなんでね。これからもね、どんどん上げていくんで、応援よろしくお願いします。はぁ、疲れたね。で、このままちょっと、胸のトレーニングをね、やっていきます、今日は。ということで、今日はこんな感じで、締めたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今日もね、見てくれてありがとうございました。では次の動画でまたお会いしましょう。またね。Yeah.